それとしてだ、なんとか今日も生きてます、うん、孤独とか過去とか嘘とか欲望とか身内とか性とか、明日から俺らきっともう笑われずに済みそうだぜ、信じていればいつか気持ちはちゃんと伝わってくよと、ふざけないでよ、だってそうじゃない、もうどこへも逃げたりしたくない、誰かイエスと言って、だって昨日の場所には戻れない、君といた場所にも手を伸ばしても誰もいない、さらば昨日待ってる打ち続けよう、さらば愛しき胸の痛みを、まあそれはそれとしてだ、なんとか今日も生きてます、したく